じゃあおばあちゃん、私は純也の迎えがありますから、これで帰りますからね。私ですか？私はまゆこです。まゆこ、おばあちゃんの息子の和重さんの妻ですよ。わかんない？なに？なに？はい、わかりました。帰りますよ。明日は子供たちも来ますから、ちゃんと看護師さんの言うこと聞いておとなしくしててくださいね。ああ、じゃあね。ああ、何おばあちゃん。痛い。明日来ますから、おとなしくしてちゃんとね、言うこと聞いててくださいよ。じゃあね。Yeah.